はい、では作戦いってみますか。まあ、大体5分で終わらなあかんからね、大体分かりましたけど。んー、大統領人形見てきた、すげえよくできてた。よし、準備 OK だ、行くぞ。こっちをスコール、こっちをスコール。もうすぐ護衛車両に追いつくから乗り移ろっか。ある程度追いついた時にタイミングよくジャンプすれば少しは時間稼げるよ、きっと。2回目の切り離しも含めて作戦終了まで今から5分。ここで時間かかると先が辛いから頑張ろうね。スコール、ゼル、セルフィー、オッケー、ジャンプ。みんな行ってんねん。喋っとる、余裕や、いけたいけた。なんかセンサー動かへんかった、なんやねん、なんやねん、なんかよくわからなかったけどセンサー動かへんかった。スルー、よし、さあ、異常なしております。君、今まで27回目だ。ティンバーに到着するまであと何回私の機嫌を損ねればその無駄な報告をやめるつもりかね。しかし、それが我々の任務であります。黙らっしゃい、これではあのお方も気苦労が絶えんな。え、まだ上がいいのか、大統領には。ああ、今の私には直接関係のないことかもしれんがな。すずし、なん、絶対来月の給料なしだ、やばい、どうしよう、彼女へのプロポーズが。ここが最初の連結部よ、1回目の切り離しをするところね。ワッツの情報に来れば見回りに来る護衛は2人みたい、護衛の動きを見てて、こちらに来るようなら早めに知らせてね。分かったぜ、俺は左の青いやつを見る、じゃあ右の赤いの見ます。特に赤い服の護衛は距離が近いから、スコールも自分の目で注意した方がいいよ。 L1 を押している間は左を確認できて、ハンサーも元に戻るから。パスコードを入れようか。覚えてる、はい、青が行ったぜとか言われてる。来たる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 、上上上上上、押してるよ、上押してるって。どうやって上押すのこれ。なんでもない、気のせいだ。パスコード入力に急いで戻りたい、その時はわざと入力をするのが一つの方法だよ。なるほど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 、気失ってたみたいな感じになってるわ。パスワード入れてるときは上がれないんですよね。最速でやったらいけそうやな。2121、早く早く言えや、もう早く1122、もう上に、上とか左とか見ない。上行った、上行ってしまった、赤が行ったよ、いいか、一回スルーしときゃ楽か。OK、 2314、第3のパスコード入力確認、よっしゃ、 OK、 やり方は分かりました、これで。よし、切り離す、入ったガシャン、結構振動あると思いますけどね、ガシャン、よし、いいぞ、
また怒られるんだきっと。とはいえ任務だし、異常なしであります。あれ怒らない、しかも新聞なんか持ってた。おいどうした、何か異常があったのか。私は今機嫌が悪い、特に問題がないなら下がりたまえ。はい了解いたしましたであります。俺お前もボケットすらんで早く持ち前戻れ。聞いてる聞いてる、ダミーが聞いてるよこれ。おお間違えた、内装が安っぽくなっていたような気が、気のせいか。ちょっとバレかけたけど、オッケーオッケー、スコール一人で確認ね。行くで、5つ絶対上行かなあかんやつやな。オッケーオッケーオッケー、2個ぐらいまでは行きましょう。いやもう今わざとミスったんすけどね。3141、大丈夫、4483。ツアーの入力が始まってからではもう戻れへんから、まだ一回上に戻って、2人ともスルーして、あとはもう3つとも一気に行きましょうか。1142、余裕えや、もうおっせーな。4212、あぶねえ、早く言え早く言え。1313、オッケー、よし3切り離し完了。外してブレーキをかける。よっしゃ、拉致に成功。これが勝手に合体して、これはなぜ勝手に合体するのかよくわからないですけど、勝手に合体して、こんだけ隣走ってたら窓から見えてますけどね、完全に。これいよいよ待ちに待ったビンザーとのご対面だな。すごいっす、お手柄っす、やるって感じっす。いやだいぶミスってましたけどね。じゃあ情報収集なら任せてくれっす。いやまあ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 、俺ら行くんやろ、行きましょう行きましょう。もう仕方ないわね。そこの3人準備ができたら行ってね。準備が整い次第大統領と話し合いを始めます。準備っつったって いけますよ。 OK だ。テリング大統領、無駄な抵抗しなければ危害は加えないわ。抵抗したらどうなるというのかね、お嬢さん。はどうした、残念だったな。私は大統領ではない、世間でいうところの影武者というやつだ。ティンバーにはレジスタンスが多いともっぱらの噂だったが、軽く偽の情報を流しただけであっさり引っかかるとは、程度の低いレジスタンスしかいないようだな。程度の低い、ずっと座り続けるのも疲れたな、お嬢さん。あプル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 、あプル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 、無駄な抵抗したら同僚にするつもりだったのか、教えてくれないか。プル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 、
程度の引き割りに面白いことをするじゃないか。あの方を侮辱する奴は許さん。だからあの方って言ってたのか。なるほどね。ゆらーり、怖っこれ。めっちゃ顔怖い。罠にかかったの。うわーやめてー、気持ち悪い。あれ GF がついていない。ゼルに、あれちょっと待って、なんかおかしい。準備はこのためやったのか。うわ最悪や。めちゃくちゃ最悪や。スコール回復役で行くしかないな。ケアルが取れるから。めっちゃ最悪。考えうる一番最悪なパターンですね。面白いぞ。何がやねん、どこがやねん。じゃあもうほんま GF システムこれやから嫌やねん。くそー最悪や、何もできへん。せめてアイテムぐらいは使えたらな。こけた。おお、ブル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 。うわー、中身出てくる、中身出てくるよ。出たー、悪そうなやつ来たー。うわこれケアル取れっかな、大丈夫かな。化け物か。 S な、うかがドロー、ダブルとは2回行動かな。そうでもねえな、2回魔法かな。ドローダブル、これめちゃくちゃまずいっす、マジで。 S なした方がいいな。ドロー、 S なゼル、あとは必殺でいくしかないか。ダメージ与える方法がもうなさすぎますね。超長期戦になると思います、これ勝てるとしても。ウガガウガガがすごい、ウザガやな。ケアルとかがあったらいいなって感じですね。とりあえずドローしまくって、これは敵側やね。沈黙、ドローは、うわドロー失敗、嘘やろ。よりによってスコール沈黙。なんかありましたね、道具。山彦そうスローとか厳しい、マジで厳しいっす、これは痛い。準備不足があだになった。いや最悪や、最悪や、マジで最悪や。あかん、どうしよう。全部を、スコールが担うんで、回復も何もかも。セルフィーの必殺とかにちょっと頼るしかないかもね。あーケアルはない。ドローゾンビー、おミス。ゾンビーとはゾンビにするみたいなことかな。ゾンビ状態にするってことかな。バーサク、スコールやめろよ。セルフィーならよし、セルフィーならよし。よし、あとはもうこのバーサクのセルフィーに頑張ってもらうしかないですね。奮闘してもらうしか。うかうか、ドロー、エスナ、放つ、スコール、ゼルにもバーサクかけるか。ドロー失敗、
うわーまずいまずい、なんかしとる、沈黙、セルフィー、これめちゃくちゃ苦しいっすわ、ちょ無理やこれ、くそースコール一人でもなんとか、スコールバーサック食らったらもう終わりですけどね、なんかいい方法はないかな、ゼルを回復してバーサク戦士に育て上げることができたらまだマシかもしれないですけどね、よいしょ、オッケー、ナイスナイス、聞いた、これは何、デステル、バーサクが消えたのか、いや消えへんな、多分プロテスとかもしかかってたらそれを消すっていうことでしょうね、スローが入っちゃってるんで、頑張ってくれよお前ら、長期戦になってもやるしかないよ、ギリギリまで頑張って戦ってみる、沈黙、スコールも一回ぐらい戦ってみようか、暗闇26 34、ナイス、万能薬はもうなくなったからな、目薬の方がまだマシか、暗いと何も見えないですからね、攻撃が入らないのはまずい、まだやれるぞ、バーサクはちなみに切れないんですかね、時間経過では余裕で勝てる相手やのに、セルフィーもこれ暗闇食らってるかな、ちょっとまずいな、攻撃が入らんぞこれは、入った、よし、ガーナイス、1ターン100ずつぐらいは入ってるんかな、暗闇、もう暗闇を直す方法があと1個か、あとはもうあれですね、必殺剣系で行くしかない、え、あれ暗闇じゃなかったのか、もんにやろう、何を、なんでしゃがんでるんですかね、スコールは、やってやるって、なんやったらバーサク全員食らってもいいっすけどね、
やるかやられるか、まあ、またスコールアイテムを使う要素があるのでポーションがあるので少しずつですがダメージを与えられる。スローは消えたっぽいな、あのセルフィーのスローは消えたっぽいですね。ちくしょー、あれほど準備を確認されたのに。なんか勝手に GF 入ってると思い込んでましたね。そう最悪やマジで。ゼルにも本当はバーサク入れたいんですけど、セルフィーわめっちゃ強いマジで。これまだまだ HP あるかな、怖なってきたな。めちゃくちゃ強え。サイレス、どない違うねんっていう。全員サイレスなってますけど、そしてスローにもなってます。またセルフィースロースローなりましたね。スローやめてー、まさかミス。お、あかん。倒せ。無理か。いやもうスコール一人で行った方がいいかな。どうやろう。ここ悩むところっすね。回復アイテムがもうあんまないんで。ルフィを回復するかどうするか。使います。もうあとはぶん殴るだけ。エリクサーがあと1個あったかな。エリクサーがあと1個あるんで、そう、ええ、出る。あー、めっちゃ悔しい。ちょっとずつはダメージ与えてんねんけどね、マジで。めちゃくちゃ強え。聖水とかさ効かへんかな。なんかこいつ腹立つなマジで。ナムキャルウトク、この野郎シェー。くー、
アンデッドやからフェニックスの男無理かな。このクソが、うー、てめえ、このパターンはありえる。連続拳、あ、やった、よし。聞いた、よっしゃー、やぶねー、マジやぶねー。はぁ、よかった。大統領が偽物だったなんてな、あんなのに騙されるなんて悔しいわね。情報っす、大変っす。大統領の目的が分かりました。うわー、言いたい、めっちゃ言いたいわ。放送局に行くみたいっす。警備の兵士たちがすんごいたくさんっす。放送局、どうしてわざわざティンバーかな。ガルバディアからだって放送できるよね。あのさ、班長、ドールの電波と関係ある？ありそうやね。いや、よかった、マジで。 HP 的にもある程度追い込んでたのかな。ドール広告には電波塔があって、電波の送信と受信ができるらしい。長い間放置されていたけど、昨日ガルバディア軍が再起動した。はい、電波放送に対応できる放送局は今じゃティンバーにしかないからな。他の放送局じゃ HD ケーブルを使ったオンライン放送しかできないんだ。で、どういうこと？やつらは電波を使って放送する気なんだ。ケーブルで繋がっていない地域にも番組を送ることができるってわけだな。そう、わかるけど、大統領が何を放送しようとしてるのか、そしてその電波障害的なことは大丈夫なのか。わざわざ電波を使う意味よ。ケーブルに繋がってない地域にも伝えたいことがあるんでしょ。それは何？世界の皆さん仲良く。いや、違うやろ。あれ、ないない。確か電波が使えなくなってから17年ぶりの電波放送か。17年ぶりね。記念すべき最初の放送がティンバー独立宣言だったらすごいのにね。お、それ不可能じゃないかもよ。マジ？考えてみようか。いや、もう大失敗したんやから。もうちょっと待っててね。今考えてんの？え？作戦決定早っ！その前にガーデンとの契約書を見せてくれないか。ん？いいよ。どういう契約やねんっていうことね、シードの。なんて書いてあるんだ？バラムガーデン以下コウは森のフクロウ以下オツとの間にシード以下兵の派遣に関する契約を締結する。戦闘行為を含むと予想される命令に従うとしか書いてない。まあ言う通りしろってことだよね。もう一枚くれた。取り方これ。今度は森のフクロウさんへ。皆さんとシードの派遣契約の期間はティンバーの独立までです。シードを有効に使ってぜひ目的を果たしてください。なお本件は例外的な契約でもありますから、シードに欠員が生じても補充はできません。他言も無用に願います。独立まで付き合わなあかんねや。もしかしてすっごい適当？プロなんでしょ？文句言わないの。さあ実行部隊決めましょう。いや、もう俺らやろ、どうせもう実行部隊は。さあ分かってんねんけど、 GF を装備させてくれたらあんな低堕落にはならないのよ。僕らは、私たち4人の中から、あ、リノワも入れていいねや。いや、リノワは多分入れた方がいいんやろうなと思うので、キス、ゼルかセルフィー。セルフィーでいいか。ハーレムパーティーで行くか。ゼルの方が好きですけど、
なんかあんま強くない、セルフィーの方が強いから、どうしようかな、悩ましいが、セルフィーでいきましょうかね。ジャンクション入れ替え、ジャンクションしてるものを全て入れ替えます。そんなことができるのかい、そんなことができるんかい、それを使えばよかったのか。ちょっと待ってくれよ、まずセルフィー、なぜジャンクションしていない、お前は。精神アップ、何やってんのよっていうね。ジャンクション、ヒゲ、魔力をアップさせるのを持ってないよ、まだ。アビは GF ドローアイテムでいいよ。ここでもいいけどな、お前も。せやお前なんや、スコールがすっごい魔法してしもてるがな。いつでも呼んでくれよな。おい、お前待っとけよ、お前ノージャンクションのお前待っとけ。一回ちょっとでも休憩したいんですよね。 HP 減ってるから、あとなんか買い物とかもできたら嬉しいんやけどな。あ、ペット通信、ペット通信は何が書いてあるんやろ。アイテム、戦闘でピンチになった時に反撃するより助けてくれると思ったことありませんか。ピンチな人に対してポーションなどの薬を使ってくれるという優れものの技で、しかも使うポーションは愛犬が勝手に見つけてくるので懐も痛みません。名付けてホニャホニャリカバー、愛犬に覚えさせてください。え、そんなことができんの、愛犬に覚えさせる、これか。愛犬が悪いやつをやっつける、愛犬が乱入してそのパワーで敵を放り投げるという。はあ、あいつ、え、どうやって、こいつが来てくれるのかな、キックが来てくれるのかな。愛犬についてのことは何も載ってないな。勝手に来てくれんのかな。そして休憩ができないっていうね。森の袋を作ったのはワッツとゾーンの親父さん。あ、ワッツとゾーンは兄弟なんや。リノアとサイファーってやつがなんで知り合いか気にならないか。気になるね。誰も教えてくれへんねや。ホワイトボードに切り抜き貼ってあったの見た。見た。あれ書いてた人さ、最終号完成の時に俺の目の前で連行された。中国みたいね。中国感がありますね。なんかテント使うのもったないし。ケアルとか使う、あ、交換できんの？そんなこともできるんや。すごいね。へえ、じゃあスコールのエスナ、スコールのシェルとかを渡して、ちょっとずつ分かってきたな。エスナなんや。いや、ただ通常この状態で魔法というのは使えないんですね。ケアルがだって使えないですもんね。あ、そういうことか、アビリティがついてないからや。いや、ついてるな。マジで意味わからん。なんでリノアだけ使えるんや。使うができるんすよね。なぜ。よくわ
かんねえ、ちょっと待って。じゃあ、リノアにケアルを。じゃあ、10個ぐらい渡したとして、これでリノアやったらまま使えるってこと。なんで？なんで？いや、わからん。リノアはなんで魔法使えるんやろ。パッと見で違いがないんだわ。いやー、ちょっと僕には今のところ理解できないですけど、まあまあいいか。あとゼル死んどるから生き返らせてあげた方がいいか。っていうか、テント使うか。テント、テント。しょうがないですね、これはね。よし、じゃあセーブして次回はここから行きたいと思います。